きチャンネル。じゃあ、さあ月曜日ということで、全試合総チェックというところでどうしたんですか。先週の金曜日の動画、皆さん見てないんですか。ちょっと再生回数の周りがいきなり悪いですよ。そうなってくるとモチベーションが下がって総チェックやめますよって言いながら、 J リーグの那須さんがこの前なんか動画で総チェックやめますっていう動画ね、ビシッとスーツに着て、あの YouTube やめると見せかけてのよくあるパターンのやつですよね。あれで、あのもう総チェックやめますっていうね、来てましたけど、里崎はやめませんという意気込みです。もうでもモチベーションが続かなくて、回転数が悪くて、そうなってくると那須さんと同じようにやめますっていう動画が出るかも分かんないです。どうなることやら。でもまあね、もう3ヶ月以上やってきてるんで、あと賞味1ヶ月半ぐらいか、だいたい6週から7週13、4回、ふぅー、あと13、4回できるかな、皆さんにかかってますっていう完全丸投げです。さあということでお送りしましょう、前置き終わり。はい、 DeNA 巨人、18時6対0 DeNA、 19時7対1 DeNA、 そして昨日が5対0とジャイアンツということで、 DeNA が2勝1敗で勝ち越し。中間でいくと巨人は結局は3勝3敗で勝ち越すっていうね、流れですよ。 DeNA に負け越したとしてもだからね、下がってこない。はい、 DeNA が3勝3敗だ。 DeNA も巨人に勝ち越したとはいえ、1週間で見るとゲーム差が1ミリも縮まってないっていうね、結果になる。これがね、この終盤に来てゲーム差が空いてるとね、苦しいところですよね。さあということで、18日はですね、プロ野球ニュースに行ってまして、全試合を細かく見るということで、台本とともにお伝えします。まあ、ジャイアンツ、ほぼね、あの新庄争いというところで、まあ、打たれてしまいましたけども、まあ、全体的にね、ちょっと球高かったかなと、で甘い球がね、真ん中目に来てっていうところで、まあ、そこをね、まあ、仕留められたっていう感じもありますし、まあ、ちょっとね、あの東方で言えばやっぱり両方を使いながらフォークを落とすっていうところで、まあ、コースの幅をね、しっかり使い切れなかった、ちょっと球が高かったっていうところでね、全体的に、まあ、痛打されちゃったかなっていうところもありますね。で、 DeNA としてはオースティンがなんと22試合ぶりにホームラン、グッド、ね、ゼロボールツーストライクからスライダー真ん中どこバッと、ね、このツーストライクからこの、ね、スライダーをしっかりコースに投げとけば問題なかった、全体的にオースティンは、その前の試合も低めのフォークボールとかをほぼ打てることなく、ね、空振りしてたっていうところの試合が続いてたと思うんですよね。そう、ヤクルト戦解説言ってましたよ。低めのね、あのフォーク系とかあのチェンジアップ系くるくる回ってたところでね、このツーストライクから甘めにスライダー投げてホームランっていうのはね、ちょっと戸郷としては意識が足りなかったかなっていうところもありますし、 DeNA はね、逆に先発入りのフォーク抜群、グッドね、球も低かったですし、ストライク先行でね、攻めていったことによって、まあ、6回78球2安打5三振2四球無失点とね、どんどん投げていく、その中でフォーク低めに決まるっていうところでね、まあ、大量得点に恵まれたっていうところもね、まあ、ありますけど、まあ、大量って言ってもね、まあ、6点ですけども、そういった中でね、しっかり自分の投球ができてゲームを作ったことによって、打線もいい周りでね、得点に結びつけたっていうところでね、しっかり、勝ち切れたかなと思います。で、19日、7対1 DeNA というところで、巨人はね、初回戦と梶谷にセカンドライナー吉川がね、ちょっとジャンプしながら取って落とすって、しかもエラーっていうね、バッと、あれはね、吉川並みの守備力があれば取れてたっていうところでね、でその後盗塁、梶谷がね、ここ最近走りまくるっていうね、ところですけど、盗塁して、でその後ね、外三振、オースティン三振と、今村がね、フォークボール、グッとね、ここしっかり抑えて、ツーストライクまで行きましたけど、その後ね、佐野に2エンド2からライトへタイムリー、でね、ここでね、ストレート、外ボール、で外のストレート、ストライク、でフォークで、ツーストライクを追い込んで、最後ね、インコースのシュートを打ちに行くんですけど、これ外落とす球って言って、裏かいたつもりなんですよね、バッター。裏かいたつもりが、佐野がね、そのしっかりね、あの駆け引きに勝って、コンパクトの周りでね、ライト前タイムリーっていうところもね、佐野、バッティングね、ちょっとバッテリー考えすぎちゃったかなっていうところはありますね。で、DeNA ね、3回裏、梶谷、初球のね、スライダー、ライトへホームラン。でその後ね、外、2ボール、0ストライクから、レフトへホームランというところでね、今村ストレートね、インコース狙って真ん中に入る、甘めに入ったところをね、まあ、梶谷、外と見逃さず、2者連続ホームランというところで、パンパン取ったっていうところも大きかったですし、まあ、浜口がね、ピッチャー、ストレート、スライダー、フォーク、低め制球ね、グッね、いい形でストライク先行の中、低めに変化球も集められたかなと、坂本はね、2本ともヒットね、反対方向意識、6回タイムリーね、センターへのツーベースっていうところですけど、あのね、浜口ね、引っ張りにかかると、
ちょっとね、やられる感あったかなっていうところで、坂本はね、しっかり反対方向をね、意識した中での2本のホームランっていうのは非常に良かったかなと思いますね。で、まあ DeNA はね、継投も素晴らしかったっていうところで、まあ浜口からね、国吉に6回、2アウト2塁でね、岡本の打席で、スパッと変えてね、岡本を三振。で、国吉からエスコバーっていうところも、国吉がね、ちょっとピンチを招いて、7回ワンアウト満塁でね、パーランのところでエスコバー出して、ピッチャーゴロ、体を張って止めて、1、2、3のダブルプレーっていうところでね、ピンチを切り抜ける、この国吉、エスコバーのね、変え時っていうところは、継投素晴らしかったんじゃないのかなと。で、その中で7回ね、梶谷、まあ、2本目のね、ツーランホームラン。で、3のツーランでね、もうこれ試合が決まるっていうところでしたけど、まあ、巨人、大江、桜井ともにね、ここ、ほんと終盤ね、巨人、中継ぎ陣、本当に最強の、リリーフしてましたけど、ちょっと今日はね、踏ん張れずっていうところでしたね。で、昨日、5対0。まあ、畑がね、メルセデスの、ちょっとね、体調の不調っていうところもあって、緊急登板になりましたけども、なんと712日ぶりの勝利。先発では1099日ぶりの勝利ということで、6回78球、2安打3三振、1失球無失点とね、で、ストレート、スライダー、カット、チェンジアップともね、制球抜群。特にね、ストレート良かった。グッと。ね、そこで変化球がね、生きたかなっていうところで、打線もね、丸が2発、完璧打った瞬間っていうところでね、しっかり援護できたかなと。まあ、これもね、畑がしっかり試合を作ったっていうところでね、まあ、前日までね、6点、7点とちょっと失点が多かったところをね、まあ、0点で踏ん張れたっていうところが、打線のね、つながりとかね、そういう一発っていうところにつながったかなと。で、巨人はね、その畑の好投を報いるためにもね、吉川、ジャンピングキャッチ。で、パーラ、ダイビング2回っていうところで、守備もね、グッと。ね、しっかり畑を盛り上げたかなっていうところもありますね。で、DeNA、戸柱、初回、2塁へ、悪送球。吉川盗塁でね、これが三振して、で、三振って三塁に進むっていうことですね。で、坂本がセンター前タイムリーヒット。で、7回、2アウト1、3塁、またも悪送球。タイムリーエラーでね、まあ、松原が盗塁したところですけども、失点するっていうところで、ちょっとね、戸柱のスローイングのね、ミスっていうところで、まあ、失点につながったことによって、まあ、流れを一気に持っていかれたかなと。そこはね、ラミレス監督も、監督談話で、言ってましたけども、でもこのね、初回のミスは、これはもう完全に戸柱が悪い。でもね、7回、この2アウト1、3塁の、松原が1塁ランナー盗塁した時のこの冒頭、これはね、映像をよく見ると、戸柱のね、ミスっていうよりも、ピッチャーのね、山崎康明のね、再ミスちゃうかっていう、若干、まあ、山崎康明投げて走って、一塁側に移動しながらしゃがむんですけど、戸柱が山崎がいる方に投げてんだよね、映像で見ると。で、そこで山崎がしゃがむ、そして多分これ、ピッチャーカットのサインだったと思うんですけど、二遊間もセカンドベースに入ってないんですよ。ということは、多分二遊間、キャッチャーはピッチャーカットのサインで分かってて、で、ピッチャーの山崎が多分サインミス。ちゃうかっていう、この全部をつなぎ合わせると、投げた瞬間にいきなり右の方に投げるっておかしいんですよね。まあ、キャッチャーから見て、映像から見てたって左の方ですけど、もう山崎康明の方に投げてんだよね。で、しかも二遊間もセカンドベース入ってないので、ボール飛んできたから慌てて入ったみたいな形になってるように見えて、これはね、山崎康明のピッチャーカットのサイン見落としなんじゃないのかなと勝手に思ってます。まあ、真相はね、聞かないと分かんないですし、で、終わった後ね、再ミスでしたなんていうことはないですけど、皆さんもね、もう一回映像を見返してください。あれは多分再ミスだったような気がしますね。だから戸柱のミスは1回、でもバンとっていうところでね、まあ2勝1敗、DeNA の勝ち越しというところになりましたね。で、続いて中日対阪神、18日4対8で阪神で、19日4対1で中日、そして20日4対2で中日、2勝1敗で中日の勝ち越しになりましたけども、阪神は今週が2勝4敗そして中日が2勝3敗、雨で1回中止というところで、まあ、両チームね、負け越しの1週間に、なりましたけども、18日ね、まあ、大山がね、この日大爆発っていうところで、まあ、ホームランを打っていくわけですけども、このね、プロ野球ニュースでも、まあ、注目して聞かれたから、見てて答えた、だからコメントがね、ちょっとかぶるところはありますけども、大山のこの満塁ホームランのところで、まあ、初球ね、アウトコースでストレートボール、そして2球目アウトコースストレートでファール、で3球目スライダーがボールになって、2ボール1ストライクで4球目アウトコースにカットボールでホームランを打たれるわけなんですけども、その前のね、サンズに、まあ、デッドボール当ててたとはいえ、まあ、柳はね、そんなコントロールが悪いピッチャーでもないし、でしかもこの大山に対して前の打席でね、あのカットボールをセンター、まあ、フライになったんですけど、結構いい当たりで、まあ、大島がね、配送してグッドプレーして、ピンチをしのいだんですけど、
アウトコースを結構いい感じで振られてたんですよね。でサンズをデッドボールあったからっていうところで満塁になって、もう一回デッドボールあってたら困るっていうところで、まあこれもねピッチャーが制球に不安があるピッチャーだった話は別なんですけど、柳っていうところを考えたら、まあ最低でもこの3球目ワンボールワンストライクからインコース、もしくはもう勇気があったら初球インコースから入ってもよかったかなと。まあでもデッドボールだったら初球インコースはね甘めになったら困るっていうところでなかなか怖いところもあるんで、これワンボールワンストライクになった3球目でねインコースを1球でもボールでもいい低めでもいい使って外だとね若干対応変わったかなっていうところはちょっとねバッテリーとしても多分悔やまれる配球になったんじゃないのかなっていうところもありますし、まあ前半はね完全にあのドラゴンズペースの試合でしたけども、この終盤ね大山のパンパンっていうねホームランによって、まあ、ひっくり返されたね試合になってしまったかなっていうところもあります。で19日4対1っていうところで中日が勝ち、まあ、阪神はねエラー2つで自滅っていうところでね、ピッチャー秋山が2つのエラーっていうところで、まあ、4回ねツーアウト1塁高橋のピッチャーゴロをねファースト悪送球からの阿部のスリーランホームラン、阿部グッバッティング、これね、チャンスをもらって一発で決めるっていうところはねやっぱり大事になってくる。で7回ねワンアウトにいる平田のねピッチャーゴロファーストへ悪送球、これがタイムリーエラーになるっていうところでね、あの失点を重ねていくっていうところで、まあこれでね4点、まあ4対1っていうところでね全てこのエラーからの4点でね取られてるっていうね、ピッチング内容的にはねそんな悪いことなかったっていうところでね、このエラー2つっていうのは非常に悔やまれる。で中日は福谷6回3分の2 101球4安打5三振1デッドボールね無失点というところで、まあ、初回ね近本にセンターツーベース打たれてヨーカーデッドボール、ここでどうなるのかっていうところで糸原バンド失敗ピッチャーフライ糸原バンドね、ここでバンドがしっかり決まっていればひょっとしたらね試合展開は大きく変わってたっていうところで、まあ、攻撃にもねこの失敗っていうかねミスが出たっていうところはタイガースにとって痛かった。でその後ねサンズ三振で、そして大山セカンドゴロっていうところでねサンズのアウトコースコントロールグッと最後のストレートねバシッと決まってね、まあ見逃し三振っていうところで、でこれピンチをねしのいだ、この初回ね、まあ、この攻防戦、まあ、福谷としてはこのピンチをねしのいだっていうところがね大きかったかなっていうのもありますし、タイガースとしてはね糸原のバント失敗っていうのがね結果的に得点に結びつかず痛い、ミスになりましたね。で2回ボーはツーベースで坂本、ショートゴロ、その間にワンアウト三塁になって、木浪がねツーシームで三振で秋山三振というところでね、まあ、ここもランナー三塁チャンスを作りながら三振で、まあ、生かせず、3回以降はピンチも特になく、特にストレートね力強くね、ストレートの威力あったかなと。逆にタイガースはねこの初回2回でね得点に結びつけられなかったところがちょっとね敗戦にキーポイントになっちゃったかなっていうところありますね。で20日4対2で中日というところで、まあ、阪神はね長坂がホームラングッとね、まあ、素晴らしいっていうところでねあの結果を出したなっていうところもありますね。まあ、この時ね、まあ、ニュースとかでも扱われてましたけども、木下がね、長坂のファールフライ、まあ、取れなかったっていうのもありますけど、あれはね、もうカメラの近くもあるし、フェンス際っていうところも考えたら、あれはね、取れなかったも仕方ないかなっていうところもありますね。あと6回、サンズ振り逃げ、バッと。あのワンバーね、止めれたっていうね。で、その後ね、ツーアウト一塁で、大山ね、レフトフライで打ち取って、ここはね、谷本がよく踏ん張ったかな、谷本くん。ね。だからそういったところもね、やっぱりこう、振り逃げとかね、まあ止めれないやつは仕方ないですけど、止めれるやつはしっかり止めていきたいっていうところもありますし、まあ中日はね、なんと7回リードしてたら19連勝というところで、まあ福、祖父江、マルティネスとね、しっかりと、中継ぎリリーフ陣がね、得点差をね、しっかり守って踏ん張ったかなっていうところもありますし、まあ2回裏ね、まあ速攻で3点取ったっていうところも非常にね、前半の攻撃では大きかったかなと。ビシエドレフト前、高橋レフト前ね、で、阿部センター前タイムリー、で、平田センター前タイムリーで、ノーアウト1、3塁でね、この木下のセーフティースクイズく、ね、相手としては全く予期せず、完璧に決まったセーフティースクイズだったかなと。タイガースはね、逆に6回、2対3で迎えて近本センター前、で、2番ね、ヨーカー、このバント失敗、キャッチャーファールフライというところで無得点、まあ、ここでね、まあ、バントのサインが出たら確実に決めとかなきゃいけないですし、こういったミスっていうのがね、まあ、前日も糸原の、ね、バント失敗っていうのもありましたし、ちょっとね攻守に当たってミスが目立つ3連戦になったかなと。でその後ね7回表、この時は2対4ボーフォアボール坂本フォアボールで木浪の代打で中谷三振で代打原口セカンドゴロ近本、ファーストファールフライで無得点というところで、ここ代打中谷じゃなくて木浪そのまま行ってバントで良かったんじゃないのかなと。でその後にもし代打で原口じゃなくて中谷行くのもよし、その時原口行くのもよし、で校長の近本っていうところで一気に同点っていうところがね、まあ
見えた、もしくは7回最低1点も取ったって8、9でね、同点のチャンスをつけるっていうところを考えると、ここは代打中谷じゃなくてそのまま木浪でバンドでも良かったんじゃないのかなっていうところの疑問はね、見てて残りました。というところで中日のね、2勝1敗で勝ち越しというね、3連戦になりました。さあ続いてヤクルト対広島、18日14対5でヤクルト、19日2対3で広島で、20日8対6でヤクルト、ヤクルトの2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけども、ヤクルトは4勝2敗で1週間勝ち越しで、広島は3勝2敗1回雨というところで、広島も勝ち越しっていうね、両チームも勝ち越した1週間になりましたけども、まあ9月18日はね、あ、9月18日翔水プロ初ホームランガッとね、イバスさんのね、アジア大学の後輩っていうところでね、イバスさんは出ている学校が良かったんじゃないのかっていうね、コメントをしてましたけども、まあ、翔水がね、初ホームランというところで、なんと翔水ね、珍しい名字ランキングでね、かなりトップクラスにあるっていうね、まあ、プチ情報を入れてみましたけども、まあでも14対5というところでね、ヤクルトとしてはね、一方的な試合展開になったかなと思いますね。まあ14対5になりましたけど、まあヤクルトはね、浜田ね、1番。追い込まれたらね、バットを短く持つっていうね、そのこう、追い込まれるまでのバッティングと追い込まれた後のバッティングっていうのをね、スタイルをバットを短く持つことに変えて、結果も出してるっていうね、まあ確か昨日の試合でもね、バットを短く持ってのホームランっていうところもありましたし、バットを短く持ってもね、その飛距離が落ちないっていうところも、頭を使って、若いのにね、頭を使って非常に打席の中でね、考えたバッティングはできてるんじゃないのかなと思いますし、まあ5番ね、西浦の活躍っていうところもね、光ったかなと。やっぱ5番ね、西浦が打つとやっぱり村上が生きるっていうところもありますし、まあね、その前のカードとかはね、この村上敬遠で西浦勝負で西浦がね、結果出せなかったっていうところもありますから、やっぱり打線を線でつなげるとね、やっぱこの強打者の後のバッターっていうのはね、すごい大事になってくる。その中でね、西浦の活躍っていうのは非常に良かったかなと思います。あとね、2回裏、西田がね、レフトへホームランっていうところで、やっぱキャッチャー打ててなんぼというところでね、ホームラン、しかも昨日の試合もね、いいところで、タイムリー打ってお立ち台立ってましたけど、まあしっかりね、バットでも貢献して、まあ中村だとね、島、怪我人多い中でね、しっかり結果残していきたいなっていうところですね。で、19日、2対3で広島っていうところで、まあヤクルトはね、2回坂口低めのね、ストレートをライトへホームラン、グッと。あれはね、なかなかホームランにするのは難しい。しっかりね、すくい上げて、しかも力もね、ボールに伝えっていうところで、ツーランホームランっていうのは素晴らしかったかなと思いますね。で、広島、森下、7回111球、4安打9三振、2四球2失点。非常に良かったかなと。このね、2回の、ツーランホームランだけの失点っていうところでね、まあ、勝ちはつきませんでしたけど、非常にいい内容のピッチング。まあ、ストレートね、スピードキレ抜群でしたし、カーブ、チェンジアップもね、しっかり腕が振れて、ストレートが生きるっていうね、ストレートを生かした中でカーブ、チェンジアップがまた緩急もつく。で、どちらも相乗効果で生きていくっていう非常にバランスが取れたね、配球しながら素晴らしいピッチングだったかなと。あとね、打線、15安打、13打で、もっとね、楽な展開でいきたかなと。森下に勝ちつけることできたかなっていうところもありますし、まあ4回、6回とかね、まあ後期でね、9番の森下に回るっていうところがね、ちょっと打線のつながり的にね、まあ不運だったかなっていうところもありますし、やっぱり好投してるだけにね、森下もちょっと変えがたいっていうところでね、チャンスは作るけど、ピッチャーの森下に回っていくっていうところで、まあ今年はね、セ・リーグピッチャー結構打ってますけども、まあ今後の課題としてはね、森下がもうちょっとね、打撃を向上できれば、自分の身を助けるっていうバッティングがね、できるかもわかんないですね。あと9回、大森、ヘッドスライディング、セカンドゴロね、必死で走った勝ち越しタイムリー、グッと素晴らしかったかなと。でもね、昨日はちょっとね、3球三振、3球三振で連続して、で次の打席、ボール球振るっていうね、ちょっとバタバタしたね、打席になったかな、まあ、これも非常にね、いい勉強かなと思います。そして、昨日8対6でね、ヤクルトの勝ちということで、まあ、ヤクルトはね、小川、9回以外は完璧、もう素晴らしい投球、まあ、真っすぐ、スライダー、カット、フォーク、まあ、ミスコントロールほぼなし、まあ、ヒットは打つけど、ちょっとね、連打はね、難しい状況かなっていうところで、まあ、広島打線ね、なかなか打ちはあぐねたっていうところもありますけども、初回ね、浜田、青木、山田、3連発っていうところで、1回にね、先頭からの3連発はなんと25年ぶり4度目、セ・リーグではね、しかも前回が中日の立浪さん、種田さん、松井辰徳さんっていうね、3連発っていうところが、確か95年かな。っていうところで、打ってから25年ぶりっていうところで、まあ、日本放送でね、解説してましたけど、すごいいいものをね、見せてもらったなっていうところで、この3人にね、グッドホームランってい
ていうね、ところもあります。で広島はね、中村ね、初回、まあ、3連発打たれましたけど、その後ストレート、ね、スライダー、素晴らしいピッチングできましたし、その後ね、崩れもしないし、フォアボール連発するわけでもなくて、どんどんね、攻めの投球できたっていうところで、次につながるね、まあ、3連発は打たれてしまいましたけども、次につながるピッチングができたんじゃないのかなっていうところで、さらに期待感がね、増したピッチングに、まあ、見えましたね。あとでもやっぱり中継ぎ陣ね、島内含めてコントロール定まらずね、逆球多いっていうところで6回4失点、まあ、西田にもね、甘いとこ入って打たれたりっていうところもあって、ちょっとやっぱりね、中継ぎに苦しかったかなと。で9回ね、猛攻でバンバンバーンっていってね、で最後ね、まあ、鈴木誠也まで打者一巡回ってきて、そこダイソーを送ったことによってっていうね、代打翔水がいって三振っていうところになりましたけど、まあさすがにあの点差変えちゃうね、なかなかそれを悪いって言い切れない、ちょっと点差が開いてるだけでね。で あそこまで好投してた小川があんな風になるとは、正直解説した僕も思わなかったですね。ポンポンポーンって終わって終わりかなと。で、なんパンパーンって打たれましたけど、まあそこはね、ちょっと点は取られてもそのまま完投かなと思いましたけど、正直あの状況になると思わなかったし、まああれはちょっとね、ベンチの意図もわかりますし、仕方ないかなっていうね、交代が気に見えました。で、そして7回裏ね、村上のホームラン。この1点ね、非常に大きかったかなと。軽く振っただけでね、合わせたんだけど、センターバックスに突き刺さりましたからね。グッドホームランっていうところでね、まあ、初回ね、4者連発っていうのが史上初であるかっていうところでね、まあ、打てなかったっていうところで、まあ、悔しさもありながら、しっかりその試合でね、ホームランを打つっていうところは素晴らしかったかなと思いますね。結果2勝1敗ヤクルトの勝ち越し。まあ、ヤクルトもね、若手の選手の伸びもありますし、広島もね、若手の選手の活躍っていうところもありますし、まあ、正直ね、今季はちょっと優勝難しいかなっていうところで、来季に向けてね、非常にいい戦いが両チームできてるんじゃないのかなと、里崎的には高評価です。はい、さあ続いてパ・リーグ、オリックス対西武。18日8対2でオリックス、19日6対3でオリックス、そして昨日20日4対5で西武。オリックスの2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけど、オリックスはこの1週間4勝2敗、そして月曜日入れると4勝3敗の勝ち越しっていうところですね。でそして西武は3勝3敗5分っていうところのね、戦いになりましたけども、オリックス山岡なんと今季初勝利ということで、まあ前回ね、登板も良かったですから、ロッテ戦ね、ちょっとミスでね、エラーも含めてちょっと負けちゃったかなっていうところで、投球としては非常に、素晴らしかったっていうところもありますし、まあ今回もね、対角線のストレート、カットボールね、そして勝負球の縦スラっていうところは非常に良かったピッチングだったかなと思います。今季初勝利グッね。あとまあ打線ではね、モヤが4打数2安打2打点1ホームランで、杉本が4打数4安打2打点で、大下が4打数2安打で、若月4打数3安打2打点と、下位打線が抜群にグッね。やっぱりオリックスはね、このちょっと上位のね、吉田に頼りがちっていうところもありますけど、こういう風にね、下位打線がうまく回ればさらに厚みを増してね、打線ができるというところで、しっかりね、8得点できたかなと。西武は逆にね、ニールが3回6失点、正直きつい。コントロールはね、甘く、ちょっとね、球も動かなかったかなっていうところで、まあ、ニールのね、投球スタイルでいうと、やっぱ球が動いて、やっぱコントロール、制球をね、しっかり投げていかないと良さが出ないかなっていうところで、まあ、全くね、良さが出なかったかなっていうところもありますし、まあ、西武はね、スパンジェンバーグ、栗山メヒアとね、クリーンアップがちょっと不発っていうところもね、2得点になったかなと。あと、初回のね、チャンス、立ち上がりね、得点できなかったっていうところのね、栗山ダブルプレーっていうところもちょっとね、痛かったかなっていうところもありますね。で、19日、6対3でオリックスっていうところで、まあ、オリックスね、投打噛み合うっていうところで、本当最近のオリックスはね、すごいっていう試合をね、いい戦い見せてますけど、山崎がね、7回76球と非常に球数も少なく、4安打3三振、1失球1失点とね、持ち前のピッチングできたかなと。まあ、右にも左にもね、ほぼ外中心のね、配球で攻めていってましたけど、まあ、ストレートね、で、スライダー、ナックルカーブ、チェンジアップとね、まあ、西武打線はね、ちょっとインコースを意識してね、対応できなかったのかなっていうところでね、本当に今年の中でも、ここまでアウトコース中心っていうのはね、なかなかなかったんじゃないのかなっていうぐらいの外中心の配球がね、うまくいったかなっていうところもありますね。あと初回、ワンアウト三塁ね、足立レフト前タイムリーで、これでね、リズムに乗ったかなと。この1点でね、リズムに乗って、投打噛み合っていったかなと。で、6回ね、同点に追いつかれ、まあそのうちね、3四球。まあ、3つのフォアボールでね、ワンアウト満塁、でドロドキですからね、レフト前ヒット勝ち越し、杉本の打席でワイルドピッチっていうところで、まあ、そこは止めないとっていうところもありますけども、まあ、こういったところでね、フォアボールでチャンスをつかんでね、そこをね、しっかり得点に結びつける、やっぱこういったところをするとね、やっぱ勝ちにつながっていくかなっていうね、6回の攻撃、非常に良かったんじゃないのかなっていうところもありますね。逆に西武はね、ミス、ミス、フォアボール、打線、爆発力なく、つながりなくっていうところでね、ちょっとね、負けちゃったかなっていうところもありますね。まあ、7回
回ノーアウト一塁でね、山川がねバントしないで飛び出して、まあ、2、6タッチアウトっていうところで、その後次がね5、4、3ダブルプレーっていうところで、まあ、ここでね一気にいっていきたいところを、まあ、ミスでね、あのチャンスを自分たちで潰すっていうところもありましたし、7回裏ねノーアウト一塁、福田のバントね、サードウネンティ一塁悪送球タイムリーエラーっていうところもね、ちょっとこういうミスがね目立った試合になったかなと。で昨日4対5で西武が勝ちというところで、まあ、オリックスはね初回打者メヒアピンチでねセンター西浦スーパーキャッチグップレーね、あの5回まで完全にオリックスペースっていうところで、まあ、太田がね初回ホームラン、儀保がねタイムリーツーベース、モヤがホームラン、西浦ホームラン、0対4と完璧にねオリックスペース、このままオリックス3連勝かっていうところでね、まあ、6回山川のツーランでね流れが一気に変わるっていうところで、8回ねまたも山川がねワンアウトからレフト前ヒットで、メヒアがね三振した後ツーアウトからスパンジェンバーグ、金子がフォアボール、フォアボール、ピッチャー吉田ね、この西球がバッね、ここでやっぱフォアボールで、やっぱここで一番やってはいけないことは、やっぱランナーをね貯めること、4対2と、まあ、2点差でね勝っていってるっていうところで、まあ、最悪ねスパンジェンにホームランを打たれたところで同点、そういったね気持ちの余裕がね欲しかったかなと。でフォアボールでランナー貯めて、でツーアウト満塁で森がねレフトオーバータイムリーツーベースで3点逆転っていうところでね、ちょっと投球としてはねちょっと弱気な、ピッチングはね隙を見せたかなっていうところで、まあ、5対4西武の勝ちっていうところで、まあ、勝負どころでね打った、まあ、起死回生のね逆転タイムリーツーベース森グッね、いろいろ苦労があるけども、ここが頑張りどころっていうところでね頑張ってもらいたいですよね。さあ続いて、まあ、日本ハム対ロッテ、18日7対3で日本ハム、そして19日3対1で日本ハムで、昨日5対3でロッテということで、2勝1敗で日本ハムの勝ち越しっていうところで、まあ、日本ハムは3勝3敗、月曜日から言うと4勝3敗で1個の勝ち越しで、ロッテは2勝4敗で月曜日から入れると3勝4敗で1つの負け越しっていうねどこになりましたけども、18日7対3で日本ハムの勝ち、まあ、マルチですね、制球悪く立ち上がりね結構きつかったっていうところで、ロッテはね一気に3得点グッっていうところで一気に流れをね、まあ、引き寄せたかなと。まあ、初回ね安田のチェンジアップタイムリーセンター前ね、3回角中レフト前、マーティンショートフライ、中村フォアボール、安田フォアボールで菅野がサードフライで、ツーアウトになってここでダメかなっていうところで、佐藤がカットボールをライトへね2点タイムリーツーベースグッってね、こういったところでしっかり打線のつながり、まあ、フォアボールを絡めたっていうところはね今季のロッテらしいね打線のつながり方かなっていうところもありますし、その代わりねそこからもうちょっとねもう一押しもう一押ししたかったところで、まあ、5回表ねツーアウト、菅野がねレフトツーベースを打って、まあ、佐藤が三振で、7回ねツーアウトから、まあ、安田レフト前、菅野センター前というところで佐藤がねセカンドゴロというところで、まあね、このね初回の最初はパーンというのがね続いてれば勝ち越せたかなというところもありますけども、まあ、2アウトからのね得点金だったんで、まあ、なかなか難しかったかなというところもありますね。逆に日本ハムはね3回盗塁セカンドへ悪送球というところでランナーがね三振してっていうところもありますし、で8回ブロッキングミスってちょっとね守備のミスが、目立ったかなという、勝ったはしたけどもちょっとミスが目立つっていうね試合展開にもなりましたし、まあ、火曜日で言えばね、まあ、一番の勝負どころで言えばやはりねここかなっていうところで、まあ、松本がねホームランを含む3打点というところで、まあ、1点目の、ね、タイムリーが、まあ、ちょっとね泳がせられながらも三遊間をねしぶとく抜くタイムリーで、その後はねしっかり真ん中目に入ってきたやつを一発で仕留めるっていうところで、このホームランっていうのはね非常にチームにとって大きかったかなっていうところもありますし、まあ、3回裏のね日本ハムの攻撃っていうところで、まあ、中田翔をね、まあ、事実上の、まあ、歩かファースト相手から歩かして申告敬遠っていうところで、まあ、近藤タイムリー、太田タイムリーっていうところでね、まあ、一気に試合をね決定づける逆転のタイムリーを打たれるっていうわけですけども、今までね中田に対しても対ロッテ戦ね打率も、パリーグ1位3割1分5厘、安打数も17パリーグ1位、ホームラン7本でパリーグ2位で、打点が25でパリーグ1位で、得点圏打率は3割8分1厘パリーグ1位で、 OPS も、1.101 とパリーグ1位というところで、ロッテはね中田に対して打撃非常に状態がいいっていうところでね、まあ、中村俊也と中田を比較した時に、まあ、近藤と勝負にしようというところでね、まあ、最初からベンチの意図が、まあ、カウント悪くなったから歩かせようって意識は分かりませんけれども、まあ、明らかに見てるとね、まあ、勝負の意識はちょっと少なかったかなというところで、まあ、事実上の敬遠というところで、まあ、近藤がね対ロッテ戦3割8分とパリーグ2で、安打数19はパリーグ1、ほんでホームランはここまで対ロッテに対して0本で、打点が5とパリーグ6位で、得点圏打率3割8厘ということでパリーグ5位で、 OPS が955ということでパリーグ2位というところで、まあ、得点圏に対しては
近藤はね、対ロッテに対して他のチームよりは打ててない、まあ、得点圏打率3割8厘なんで高いんですけど、まあ、打点5と打ててないっていうところで、まあ、近藤を、ね、と勝負にしたのかなと。しかし、まあ、近藤はね、得点圏打率パリーグ1位で、太田が得点圏打率パリーグ2位というところで、中田のね、一発を怖かったかなっていうところはありますけど、まあ、結果論から言うとですね、まあ、これはもう結果論で解説していかなきゃいけないんで、それをね、プロ野球ニュースのところの現場で見てた時は見ながら言ってたんですけど、まあ、なかなかそこは伝わらないっていうところでね、まあ、結果論になりますけども、この中田へのね、フォアボールっていうところが結局ね、勝負を分けたかなっていう、そのままね、中田勝負でも良かったんじゃないのかなっていうところはね、結果から見るキーポイントにね、なったかなっていうところはありますね。あ、でも前回ね、中村のオフトノーランね、に惜しいっていう投球の中ね、ちょっと続けていいピッチングができなかったかなっていうところもありますし、日本ハムマルティネスね、前回ロッテ戦抑えでね、8セーブ上げてからの先発っていうところでね、ちょっと不安定なね、ピッチングになったかなっていうところはありますね。そして19日、まあ、3対1でね、日本ハムっていうところで、ロッテはね、石崎、まあ、谷間と考えればまあ良かったのかなっていうところはありますけど、まあ、3回ね、ノーヒット、で5三振、5四球っていうね、ちょっとここがね、うんっていうところはありますけど、1失点。まあ、前日に続きね、まあまあ、四球、まあ、フォアボール策がね、ちょっと失敗しちゃったかなっていうところもありますね。ピッチャーチェン、6回ね、中田レフト前、渡辺センター前、で、この杉谷がね、バンドというところで、まあ、このね、ワンアウト2、3塁でね、ビアヌエバ、フォアボール、敬遠気味にね、歩かして満塁にして、ピッチャー東條に交代。ここでね、大谷2点タイムリーヒット、センター前をね、打たれるっていうところで、ちょっと2試合連続ね、フォアボール、敬遠策っていうところがね、失敗、まあ、マイナスの方向にね、行っちゃったかなっていうところもありますね。あとまあ、チャンス作るもね、1本出ずっていうところで、2回ね、ワンアウト2、3塁、菅野サードゴロ、藤岡ショート、セカンドゴロね。で、4回ワンアウト1塁、菅野がね、6、4、3ダブルプレー。で、7回2アウト1塁、角中セカンド、あ、ショートゴロとね、チャンスは作るけどもね、こう1本出ないっていうところでね、まあ勝ちきれなかったかなと。まあ安田がね、3打数2安打打ってね、好調をね、維持しましたけども、まあ1番、2番、3番、角中、マーティン、仲間がノーヒットというところでね、まあ安田の前にランナーを貯めれなかったっていうところもね、打線のつながり変えたかなと。で、日本ハムね、先発有原、8回112球、5安打5三振、2四球、1デッドボール無失点。まあ粘りの投球がね、なんとかできたかなっていうところもありますし、まあ9回ね、ちょっと宮西最近ね、安定感ないかな、ちょっと不安かなっていうところで、まあ昨日はね、最後玉井が出てくるっていうところもなりましたけども、あと初回ね、西川フォアボール盗塁でね、そこで松本バント、近藤フォアボール、中田犠牲フライとね、このノーヒットで初回に1点取ったっていうのもね、グッ、非常にいい攻撃だったかなっていうところもありますし、まあそういった意味でね、3対1、まあ終盤ね、逆転っていうところで、まあこのね、6回のこのフォアボール策っていうのがね、ちょっと痛かったかなっていうね、2連敗になってしまいましたね。で、昨日3対5でね、ロッテが逆転勝ちっていうところでね、日本ハム自滅っていうね、試合展開になりましたけども、テレビでね、見てましたけども、ミスが起きた後のね、カメラが映したファイターズファンの皆さん、心中お察ししますっていうぐらいね、気持ちすごいわかるなっていうね、形のがっくり感でしたけども、日本もね、5回まで、完璧な日本ペースっていうところでね、まあ金子がね、ちょっと足がつって2回降板するけども、その後ね、村田が3回完璧に抑えてね、初回4連打、ギヒ、で、ワイルドピッチとね、3得点、柿沼ね、ブロッキングしっかりしなさいっていうところで、まあ一気にね、3点取って、序盤でね、ペースを持ってくるっていうところで、まああとはね、もう本当に自滅っていうところで、まあ6回ね、柿沼のショートところ石井がエラーっていうところで、まあこれね、きっちりアウトにしとけばその回普通に終わってたところをね、2アウト後ピッチャー顧問ね、佐藤に2ランホームラン、佐藤グッと、このホームランね、非常にロッテとしては大きかった、日本ハムとしては逆に大きかった、このミスからのね、2失点っていうところで若干空気変わりながらも、まあなんとか踏ん張ってね、9回、あ、このまま日本ハムの勝ちかなっていうところで、9回ね、清水がパスボール&ファーストへの悪送球ってね、まあ同点になるっていうところで、まあ、あの多分チェンジアップかフォークだと思うんですけど、あのキャッチングミスはちょっとダメだね、普通に考えて、ボールを見てないのかなっていうぐらいのミスキャッチングになりましたけども、でその後ね、ファーストへの悪送球っていうところで、あれはね、ちょっと清宮取るのはちょっと難しいかもしれない、あれをまあ飛び出して、でしかもどっかに転げるんじゃなくて、ブロッキングをパーンって上に弾いただけだから、であの感じでファーストは多分後ろ結構下がってると思うんだよね。でその中、そのパーンって大きくどっかに弾いたら入る時間あるんですけど、パーンってちょっとしか空中で弾いて取って、
で慌てて入って、でファーストに取るときに清水が逆方向ね、セカンド方向寄りに投げちゃったんで逆を突かれる形になって、でそこにランナーが戻ってくるから当たるかもしれないっていうところのバタバタ感で多分届かなかったんだよね。だからあれまあ取らなきゃいけないって言ったら取らなきゃいけないのかもしれないですけど、正直あの清宮のファーストナノプレーっていうのは正直そんなあの見た目よりは簡単じゃない、結構難しいプレーだったかなと思いますね。でもまあ清水としてはね、このパスボールもあるし、まあ、18日のね悪送球っていうところもあるし、ちょっと送球難がね最近まあ目立つかなっていうところもあってね、完全に自滅っていうところになりましたね。でまあロッテとしてはね、見舞いね初回3失点ね、まあそれ以降はまあ多少ピンチもあったけども、粘りの投球でね完璧に試合を作ったっていうところがね、まあ最後逆転劇生んだかなっていうところで見舞いねグッピッチングね。で10回加藤グッとね、ピッチャー鈴木スライダーね、センターへタイムリースリーベース2点グッとあそこでねしっかり打てたっていうところも大きかったし、まあ、あの先頭の、ね、鳥谷が、ね、ヒットで出塁っていうところもね、グッと、ね、非常に良かったかなと思いますね。あとピッチャー鈴木ね、あの鳥谷にストレートをヒットを打たれて、その後ねスライダー連投っていうところでちょっと配球の工夫がなかったかなっていうところもね、このしっかり加藤にね仕留められたっていう展開になったかなっていう、まあ、20日の試合はね、まあ、日本ハムの自滅っていうところで3連勝できたところが、まあ、2勝1敗の広島あ日本ハムの、ね、勝ち越しっていうゲームになりましたね。さあそして最後ソフトバンク対楽天ということで、18日9対3でソフトバンク、19日3対1で楽天、そして20日3対2で楽天、楽天の2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけども、ソフトバンクは3勝3敗5分で、楽天が3勝3敗の5分、月曜日の試合も入れると3勝4敗で借金1っていうところになりましたけども、まあ18日はね、まあ、シュート5打数4安打2盗塁っていうところでね、まあ打つのがね目立つが、まあ足が生きたね勝利になったかなっていうところで、この試合はねホークスの足がすごく生かされたかなと。まあね初回シュートがねツーベースを打って栗原ねこう三振というところで、え進塁打は打たないんですかっていうところはねバッとね、でその後中村がねライトへツーベース、柳田のねポテンヒットのあのレフト前で中村がねその判断よくしっかりねサードを狙っていく、でその後ね柳田もセカンドへ狙っていくっていうこの走塁ね、まあ非常に中村としてはねその打球判断難しかったところをしっかり三塁狙っていくっていうことでグッ走塁、その後ね柳田もしっかりついてセカンドまでね際どいタイミングでしたけどセカンド行ったこともグッ走塁っていう、でその後ねグラシアイがライトへね犠牲フライっていうところで、まあファーストにランナー残ってたりするとねダブルプレーっていうところの頭もよぎった中ね、この2、3塁になったことがきっちりね犠牲フライのバッティングができたんじゃないのかなっていうね、足が生きたね速攻の2得点っていうところでしたね。でまあ6回ねまあダイソー巻き上がらね盗塁グッっていうところでね、まあワンアウト2塁川瀬がねセンター前ヒットということで、甲斐がねホームスライディンググッとね、非常に素晴らしいスライディングだったかなっていうところもありますね。で楽天石橋5回6安打ね1三振3四死球2失点結構踏ん張ったかなと、あのまあ、リリーフが、ね、耐えきれず7失点というところもありましたし、まあ、打線が、ね、つながりがなく、ね、一発頼みというところもありましたけども、まあ、石橋としては、ね、先発しっかり、ね、踏ん張った投球できたかなというところもありましたけども、ソフトバンクとしては、ね、本当にあのシュートの、ね、2つの盗塁、柳田の、ね、三塁線から、ね、二塁へというところの、ね、走塁で、甲斐が、ね、二塁からホームへの、ね、スライディングというところでね、非常に素晴らしい足で見せたね攻撃が得点に結びついていったかなっていう試合でしたね。で15日3対1で楽天というところでね、楽天、竹中ね5回3分の1 80球5安打1三振1失球1失点というところで、全体的にねちょっと球の高さがね気になるっていうところで、まあね評価としては次回も落ち越しっていうところになりましたけども、本当にね自分の、ポテンシャル自分の能力っていうところを非常にフルに発揮してね、強力ソフトバンク打線をしっかりね抑えてゲームを作ったっていうところは非常に素晴らしいピッチングだったかなっていうところで、竹中グッピッチングね。でその後まあ打線のねつながりというところで演出したね鈴木大地グッ非常に素晴らしかったかなと、まあ3回ね小深田がセンター前で、田中ショートゴロっていうところでワンアウト2塁、鈴木大地がねレフトへタイムリーっていうところでねしっかり得点を結びつける、で7回ね田中フォアボール、鈴木大地ライト前で、ノーアウト1、3塁でね浅村センター前タイムリーね、でこの茂木がね三振というところで、ここピッチャー加山に変わるんですけど、ここね、まあ、勝ったからいいんですけど、まあ、4番だとはいえ茂木バントでもよかったんじゃないのかなと、でその後島内セカンドゴロで、ピッチャー泉に代わってロメロが三振というところでね、ちょっとここからのもう1点というところがね取れなかったっていうところで、この4番茂木はねバントでよかったんじゃないのかなと思いましたね。で9回鈴木大地フォアボールからの1得点と、鈴木大地がね非常にまあチャンスメーカーにもなったりね、得点圏をしっかり演出して得点に結びつけたりっていう、このね攻撃非常に良かったかなっていうところはありますね。
あとあのロメロがねホームへのスローでアウトで、浅村ねジャンピングピンチでねコープレーというところで、このね滝中の投球にこのロメロのね守備、そして浅村のプレーというところもね非常にあの試合展開としてはね良かったんじゃないのかなと思いますね。そしてソフトバンク、まあ牧原シュートをね上林盗塁でねチャンスを広げるんだけども1本ですね、1得点までっていうところで、まあなんとかね足を使ってしっかりねあの得点機を演出したんですけども、しっかりそこでね1本出ないっていうところでね、あとまあミスで後期潰すっていうところもありましたね。8回ワンアウト2塁でねデスパイネのショートゴロ、上林がね3塁行ってアウト、あれはバッと、あれはダメです、あれはね自分のまあランナーから見て自分の左側に飛んだんだったら走っていいですけど、もうまんま普通のショートゴロ、あれもうほんと自滅に行ってるぐらいの走塁、あの構想とね暴走は紙一重っていうけども、あれはもう構想の部類じゃないっていうぐらいの、あれはねちょっとダメだったかなっていうところもありますね。まあそういったところでもねちょっとあのソフトバンクはね後期で1本出なくて、まあミスなどでね後期を潰してこのね得点差ってなったかなっていうところありますね。で昨日3対2で楽天っていうところで、岸6回85球4安打5三振1失球1失点と、まあ回の一発のみっていうところでね、まあストレート中心の組み立てっていうところで、まあカーブチェンジアップで緩急つけてね非常に素晴らしいピッチングできたかなと、ストライク先行することによってあのストレートもね非常にあのキレも良かって力強くね生きたかなっていう素晴らしいピッチングだったかと思いますね。岸グッピッチね。でソフトバンクね一発3ホームランにねやられたかなと、全体的に石川ね球高かったかなっていうところはありますけども、まあ鈴木大地ねストレートロメロカーブっていうところをね一発で仕留められた、まあね内容としてはそんなに悪くなかったんですけどね、ちょっと悔やまれる一発のねパンパンパンっていうねホームランでやられたかなっていうところもありますし、9回ね栗原がバチコーンっていい形で打っておーっと思いましたけど、ファースト鈴木大地グッナイス反応ジャンピングキャッチというところで、このソフトバンク対楽天ね、まあ、ミスもありましたけどこの3連戦ね非常に面白い見ててね試合展開だったかなっていうところで、まあ、2勝1敗楽天の勝ち越しというところになりましたけども、ここで速報、楽天広島から DJ ジョンソンを金銭トレードというところで発表がありました。まあさすがにねあのちょっと中継ぎ陣がちょっと苦しいっていうところでね、この広島から DJ ジョンソンを、トレードっていうところになりましたけど、まあ、これでねどう変わるかっていうね、まあ、楽天もねこのロッテに、まあ、2位追撃するにこの DJ ジョンソンを緊急補強して中継ぎ陣の厚みを増してどういう風にね展開していくのかっていうところで、まあ、カーブではねいい形のピッチングできなかったですけど、楽天に来てねどういうピッチングになるのかっていうところは非常に今週もねあの注目して見ておきたい、まあ、早めにね一軍に来ることは間違いないっていうところでね、まあ、金銭トレードになりましたけど、まあ、ここで動いてねどう変わるかっていうところも気になりますし、まあ、ソフトバンク対ロッテはね 1.5 ゲーム差っていうところで、楽天は首位まで7ゲーム差でロッテまで 5.5 ゲーム差かということは、もうワンチャンスかなりあるんで、そのためのね緊急補強だったかなと。でまあ日本ハムが 7.5 ゲーム差、まあ、ここまでがギリかなと、まあ、西武8ゲーム差、まあここもちょっと苦しい大型連勝必要かなというところ、だから次は楽天対ロッテだから、楽天対ロッテの今週からこれ楽天はねもう3連勝必須、3連勝したら 2.5、 ああこれかなり縮まった、まあ、2勝1敗で 4.5 か、まあギリ、まあ、最低でも2勝1敗でも3連勝負け越したらほぼ終わっちゃいますよっていうねところになりますし、ソフトバンクはねオリックス、ちょっとねこの週末負け越してオリックスに入って、オリックスはね今若手が結構状態いいんで、そういったところでもねこの最下位オリックスでね若手の勢いある中で、まあちょっとソフトバンクとしては負けられない、まあ、また山本由伸がね投げてくるっていう形になりますけども、まあ、オリックス対ソフトバンクは火水木にね連続してあるっていうね謎のスケジューリング、これが岸と出るか京都出るかっていうところもねなってくるかなっていうところもありますし、まあ、西武はね日本ハムとっていうところで、ここで負け越した方がちょっともう脱落しちゃうかなっていうね勝負の3連勝になりますね。っていうところで今のがね申し送り事項、急にもう始まってました、今のがね申し送り事項です。何々に気をつけるじゃなくて、ソフトバンクはね今オリックスがね若手の勢いがすごいから、そこをね打ち負けたら終わるよっていうね、この最下位オリックスにねマックスとロッテの逆転っていうところも考えられるし、オリックスのね波に飲み込まれるか、昨日もね太田とか義保とかねしっかり活躍してるっていうところもありますしね、義保かな
っていうところもねありますし、名前が間違ってすいませんね、はい、っていうところもありますし、ね、モヤがねまだここに来て打ち出してるっていうところで、この1位と6位の対決っていうのもね非常に見逃せない。また山本がねどういうピッチングするのかっていうところは注目ですよね。でロッテ対楽天ね、これ楽天がねもう3連勝必須というところで、もう死のほど言わないでね、 DJ ジョンソンどこまで活躍できるんだっていうね、まあ、楽天もこれ逆に3連敗したらもうジエンドジエンドっていうね形になります。そして、まあ、あの西武対日本ハムはね、もうこれもうクライマックスに、ね、生き残り、もう負け越した方がジェーンとなります。はい、次セリーグ。セリーグは巨人が今日あるんだ、広島との3連戦。まあこれはもう、まあ、あとセリーグはあれだな、全体的に巨人がを10連敗ぐらいさせないともうほぼノーチャンスだから、まあそこをできるかどうかだね、全体的に。あとはまあ来季も見据えながら、まあ新戦力をね使ってチーム作りっていうのをしていかなきゃいけないっていうところもなるんで、小難しい話はなしだし、まあでもね、この順位としてはやっぱりね、ここまで頑張ってきたらドラゴンズね、あと3ゲーム差で、A クラスだから、ここはやっぱりね A クラス入って終わりたいかなっていうところもありますし、カープも3位まで5ゲーム差っていうところでね、まだワンチャンスあるかなと。で、まあ、ヤクルトもね 6.5 ゲーム差なんで、まあもうちょっと頑張ったらね、だから最、まあ、優勝はね正直難しい。あ、どのチームももう優勝に目がけては消化ゲーム。でもまあここまで頑張ってきたらね、まあドラフトのねウェーバーっていうところもありますけど、まあ気分よく来季に向かうためにもね、ファンの皆さんもちょっと気分よくなるためにも、やっぱり A クラスっていうのはね、まあ死守した方がね、まあ正直2位も6位も関係ないかなって前の動画で言いましたけど、まあやっぱり A クラスはね死守して気分よく来年向かいたいかなっていうところでね、まあヤクルトまでね、まだ A クラスはって考えればまだ可動性あるんでね、まあ若手を育てながらそこを A クラスワンチャン狙えるようなね戦いっていうところを今週見せれるかなっていうところにね、まあ期待したいかなっていうところがあります。さあ最後にベストナイン発表します。セリーグピッチャー阪神西ミスターコントロール、キャッチャー広島坂倉、期待してるよ。ファーストヤクルト村上、風格がすごい。セカンド広島菊池、攻守のキープレイヤー。サード阪神大山、勝負強い。ショート広島田中康介、1試合4安打打撃向上。レフト DeNA 佐野、4番。センター阪神近本、ホームランも打てるよ。ライトヤクルト浜田、グッバッティング。パリーグオリックス田島、祝初完封。キャッチャーオリックス若月、今度嫁と仕事します。ファースト楽天鈴木大地、すごいの一言。セカンドソフトバンク周東、1週間で5盗塁。サードオリックス大下、元気印プロ初打席初ホームラン、おめでとう。ショート西武源田、調子上向き。レフトロッテ角中、打ち始める。センター日本ハム西川、盗塁量産、勝負強いバッティング。ライトオリックス杉本、1試合4安打このままレギュラー取っちゃえ。 DH ロッテ佐藤、打てる星へ頑張れ。というところでベストナイン全て発表です。それと最後にプチ情報、昨日日本放送で解説してクラブハウスマイクというところでプロにね、再入団というかね復帰したヤクルト西口投手と、日本放送内で取材インタビューをした時のコメントです。佐々木チャンネル面白いですね、見てます。西口投手も佐々木チャンネル見てくれてます、ありがとうございます。厳しいコメントが多いですけど許してください。ありがとうございました。